皆さんこんにちは、大久保剛志です。7月のホームゲームにてサポーターの皆様からお預かりしたベガルタ仙台グッズをタイの子供たちに届け、サッカー教室を実施しました。その様子をご覧ください。ベガルタ仙台下部組織 OB の細川です。今現在私がバンコクで仕事をさせていただいていることもあり、この活動に参加させていただきました。今後も、こういった活動あれば支援していきたいと思います。これからも継続的に活動を続けていきたいと思います。本当にご協力ありがとうございました。引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。